皆さん、こんにちは。新妻免疫塾へようこそ。今回も新型コロナウイルス感染を理解するための生物学の基礎の基礎、専門用語を使わずに解説していきます。今回のテーマは、ヒトヒト感染の成立です。前回、体の中で増えたウイルスたちは、咳によって体の外に追い出されてしまいました。こんな状況でも、まだまだ大増殖したいと、ウイルスの夢は尽きないようです。でもどうしたものか。ウイルスは自分を増やすための工場がないので、このままでは増殖できません。新しい世界に飛び出したウイルスは気がつきます。この世界には人間がたくさんいること。ウイルスは新しい体の中に侵入して、さらなる増殖を目指します。ウイルスが他人の体に入る方法は2つ。1つが目的地まで一直線の飛沫感染。もう1つが各駅停車でたどり着く接触感染です。飛沫感染は咳をした時に空中に撒き散らされる痰や唾のしぶきが原因です。感染者のとても近くにいる場合、そのしぶきが直接体に入ることでウイルスは侵入に成功するのです。そしてまた、ボン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 と増殖することで、新しい病人が生まれます。これが飛沫感染です。二つ目は、各駅停車方式の接触感染です。この男性は、咳をするときに、思わず手を添えてしまっていますね。ウイルスは小さくて目に見えないし、匂いもありません。一見何も起きていないように見える彼の手ですが、優しい生物学を受講してきた皆さんなら、何が起きているか知識フィルターで見えるはずです。彼の手は大量のウイルスで汚染されています。その手を消毒しないまま握手をしたり、多くの人が使うものを触れたりすれば、ウイルスは他人の手に乗り移ることに成功します。僕たちは日常生活の中で無意識に顔を何度も触っています。この行動がウイルスにとって目、鼻、口から新しい体に入る大チャンスなのです。ウイルスにとって換気されていない場所、人が集まる場所、会話や発声がある場所はボーナスステージのようなものです。こうして一人の感染者から他人の体に侵入し、ウイルスは数を増やしていくのです。次回はヒトヒト感染の拡大を一緒に勉強しましょう。非常にタイムリーなのですが、僕らが住むシリコンバレーではこの動画が投稿される日から3週間の外出制限が始まります。ウイルスの影響を肌身で感じています。なぜこれが必要かも次回の動画で考えていきましょう。この動画を気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン。続きが気になる方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。